平野さんがあの金メダルを取ったというちょっとニュースが入ってきたんですけど、誰ですか？平野選手。平野選手。スノーボード。はい。はい、あ、お。日本初というメダル、金メダルですね。あ、まだいないんですか金メダル？あれいなかったでした？あれ。これで？スノーボードで初めてのあ、そうです、ごめんなさい、スノーボードで、日本初ですね、の金、はい、今速報ですか？おお、なんかありがとうございます、速報いただきましたはい、平野選手とはこうなんか面識あったりとかっていうのは、またこれもジェネレーションが違うんですよ、だからあの面識はないですね。の素晴らしいアスリートっていうのはもちろんもう私も知ってますし、まあ、メダル候補と言われていた選手ですし、あれですよね、あの夏にも挑戦されて二足のわらじで、こっちが 本業というかあの本命というかですよね、はい、なのであのアスリートとしてやはりそのウィンターとサマーのオリンピックに挑戦するっていうのが数少ないと思うんですね。で、夏はもしかしたら残念だったかもしれないですけど、でもウィンターオリンピアンなのに夏でもオリンピアンになれるってことが本当に素晴らしいことだと私は思いますし、で自分のなんていうの、本業って言ったらいいんですかね、本なんていうんですかね、本業自分のメインの競技、あの皆さんそこは書くときにもしあれでしたらよろしくお願いしますあのメインの競技の方でそうやってきちんとあの結果を残すっていうのは本当に素晴らしいなと思います。これでまた次のサマーも挑戦してサマーオリンピアンでもメダル取ったらかっこいいなと思います